Saudade do teu tesouro. Saudade do teu tesouro. Let it go. はい、というわけで今回もスペシャルなゲストに来てもらいました。セレクター、サウンドマンとしても一時代を築いて、プロデューサー、そして現在はハーモニカ奏者としても活躍中のパンパンフロムカジノ A91。 ボッ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 、どうもこんばんは、ご無沙汰してます。よろしく。はい、まあこれ見てるみんなにも改めてちゃんと説明させてもらいたいんやけど、はい、来てもらったゲスト、今日はパンパン、はい、なりのレゲエ年表というか、はい、こう雑談しながら出てきたこういう名詞を上げていこう、はい、そういう企画やねんけど、はい、まあこの縦線、こっちはまあ80年代、はい、80年代に活躍した名前、はい、でこっちは 90年代、ざっくり前半、はい、後半、はい、2000年代と、はい、でこの上段、はい、ここがサウンド、セレクターであったり MC であったり、まあそのレゲエサウンドに関わる名前、はいはい、でこの中段がアーティスト、はい、DJ、はい、シンガー、うん、またはバンドとか、はい、うん、でここがクラブ、はい、あとはレゲエに関するようなショップであるとか、はい、レコードショップとか、うんうん、そういう名前をこの会話の中に出てきた名前をここに書き留めていって年表を作ろうという企画なんだけど、はい、そもそもパンパンがこうレゲエミュージックに出会ったきっかけというか、どういう形でレゲエに出会ったのは。僕がレゲエに出会ったのは、うん、友達ですね。友達が好きでやってて、うんうんうん、でレゲエ聞いてたりとか、セントアンザーズに行ってたんですね、うんうん、何歳ぐらいの時それは。16ぐらい。16ぐらい、はい、でその友達の影響でレゲエ聴くようになって、もうすぐセントアンズクラブに遊びに行くようになったと。そうですね、うん、まず一番最初にカセットテープで聞かされてた時に、セントアンズ行けない、連れて行かれましたね、まあ、行ってみようと。やばいとこがあるぞと、はい、あ、それでその初めてセントアンズに行ったのが何歳になるんかな。16とかちゃいます、ね、16、はい、16、17ぐらいですね。セントアンズやっぱりやばいな。前回のクリリンも、はい、15歳ぐらいとか言ってたかな。ベアマン、ベアマンも15歳16歳ぐらいの時にセンターズに行ったみんなそんな年齢で入れるクラブ、もうっていうか、もうその時代のクラブってそのガキでも入れるみたいなところがクラブみたいな。逆にディスコ、その80年代後半のディスコの時代やったら、もう絶対にそんなあの ID チェックとかあって絶対入られへんけど、クラブは何でもありやから入れるみたいなとこあったもんね。で16ぐらいの時にアンズに行って、そうですね、で爆音ハマって、うん、その頃は他にどっかアンズ以外にそれから遊びに行くようになったりした。いや言うても15、16なんで、うんうん、何年やろな。15、16っていうことは俺が18とかやから、まあ90年、91年ぐらいやな。そうっすね、うん、選択しかあんまないっていうか、若いんで。せやな、まあまだラブリッシュとかもギリできるかできひんかぐらいの時やから。僕ら平野やったから。ああ、なるほど。南の方がまだ行けたんですよ、うん、まあまずちょっと名前出てきたんで書いていこうな、うん、セントアンズ、これはもう誰に聞いても絶対出てくる名前ね。ラブリッシュ、はい、南と梅田の伝説のクラブです。まあその世代とか
地域とかによって一概には言われへんねんけど、やっぱり何度も出てくる名前っていうのはそう影響力の強かったクラブであったりサウンドであったりって思ってもらって間違いないと思います。で、自分でもやり始めて、でもあの、ね、そっからまだちょっと時間経つか、経ちますよ、16やったらやり始めたんはもう18ぐらいか、17、18やね、うん、じゃあ結構こうお客さんでレゲエフリークとしての期間がちょっとあってっていうことや、ね、あ、もちろんそう、もちろんそう、うん、どんな店があったかな。いやもう僕にしたらエイリアンスポットですね。まあそうやな、はい、エイリアンスポット、エイリアンスポット、これは平野奥の内環状の長井公園通りとの交差点をちょっと南に下っていただくとですね、はい、あったんですよ。もう今ね、でも最近ちょうどあのビル取り壊しになってる。そうなんや、結構長いこと長かったっすね、うん、残ってたもんな。もう軽く30年結構でかいクラブやったよな。キャパパンパン入ったらまあいやもう300とかしてたし、オーバーとかやってんな。多い時は500人ぐらい走ったんだよ、うん、なんせめちゃくちゃ常に超満員で、はい、伝説のクラブの一つやね。エイリアンスポットってできたの何年なんやろうな。いや結構その前ハウスのクラブとかやったりして、うん、レゲエのクラブとしてなったのは、まあ、俺の地元の先輩らがやり始めてからですね、うん、はい、そうか、はい、エイリアンスポットっていうのは勝の地元の先輩がやり始めた。そうですね、平野ですね、大阪市の、うん、なるほど、平野の、パンパンの地元平野の先輩たちが始めたんです、はい、で、まあ他のジャンルのクラブやったけどパンパンらの先輩らがレゲエもかけ始めて徐々にレゲエになっていった。そうですね、もう途中から完全にレゲエのクラブやったもんね、はい、ほぼ、うん、お客さん入ってましたね。入ってたな。俺がちょうどホールドオンラスタクルーから、もうサルマンですね、サルマンっていうか俺がホールドオンで働いてた時知ってるもんな、カツ。そうですね、俺その時に何回か行きましたね。何回か来たよな、フライヤー持ってきたりとか普通に飲みに来たりとかして、うん、それでまあエイリアンスポットで今度自分らのダンスあるんで出てくださいよみたいな感じで、すんごいそうですね、仲が深まったっていうか、このホールドオンクルーから俺がちょうどグルーヴっていうクルーを高校の友達らと組んだ時にグルーヴビッグバン、月1か2ヶ月に1回ぐらいでずっとエイリアンスポットでやってたよ。やりましたね。ビリヤード台の上にお立ち台にして、いやもうほんまに女の子とかマジでトップレスなってたし、カウンターの上立ってお立ち台でねえ、まだクラブがもうはちゃめちゃやった時代やな、はあ、裸のお姉さん踊ってましたねおったな。俺エイリアンスポットで一個すんごい覚えてんのが、当時流行ってたウェイン・ワンダーとブジュバンタンのボナファイドラブ、超流行ってて、エイリアンスポットでもよくかけててんけど、なんかこのエイリアンスポットでその曲かけたら、最初ウェイン・ワンダーのシンガーパートで全員がしゃがんでフロアで、ほんでブジュが入ってきた途端にみんなジャンプするみたいな、その変なノリでそれで毎回盛り上がってきてんけど、一回そのブジュ入ってきた時にみんなワッシャーなりすぎて、ブースの前にあった金網ごとガッシャーン倒れてきて、スピーカーも全部ブースもガッシャーになってみたいな。いやもうサルマンね1回2回じゃないさ、あれあの時代マジじゃやばいな、1日1回あるかどうか半端ないな、やばい、エイリアンスポットやばかったっすね。今となまだなんか全然変わりましたよね、遊び方っていうかね。結局エイリアンスポットは何年ぐらいまで続いたんやろな。いや2年ぐらいちゃいます、俺が20歳。あ、そんな短かったっけ、はい、じゃあ93歳ぐらいにはもう閉まってたんかな。いやもうちょいあとか45ぐらいか。俺らはだから17、18、19、20歳ぐらいかな、うんうんうん、まあこの辺になってきたら徐々にまあラブリッシュであったりとか堺のトーンとかあったやん、いろいろ店とか増えてくるわけやけど、バンブハウスとかビッグバン結成したのが二十
二十歳ぐらい、そんななってた。いや、なってないよ、そんな。いや、もうまだ5分じゃないですよ。いや、で、18、19やったような気がする。うん、そうやんな。俺が多分二十歳ぐらいやったような気がするねんな。二十歳ぐらいの時にグルーヴクルーやったから、はい、で、その頃にビッグバンと一緒にエイリアンスポットをやってたっていう、はい、もうほぼ毎月やってたと思う、はい、うん、ビッグバンっていうのは、まあ結成したのはパンパンと NG ヘッドね。そうですね、うん、あいつとやろうか言うて、うん、で、歌う人おった方が、ね、うん、盛り上がるから、うん、最初 NG とかもあのサウンドの MC とかやったりしとったよ、ね、あ、でもやるんですよ。で、ビッグバンは結局何年まで続くのかな。ビッグバンは、トキワスター結成までか、結成直前までビッグバンか。まあ帰ってきてからやから23ぐらいまでじゃないですか。5、6年ちゃいますけど、だからトキワスターの直前までビッグバンっていうことか。そう、この間どっかで結構長期ジャマイカ住んでた時あったよな。あれって何年ぐらい。何年かはちょっとわからないですけど、うんうん、僕の年齢でいうと20、どんな曲流行ってたの。23、24ですね。23、24、はい、だいぶ前やな。計算するのあれやな。計算機いりますよ。計算機いるな。はい、あの時どれぐらい、1年、2年、2年ぐらい行ってたか。はい、2年ぐらい行ってました。まあその間はビッグバン、日本でビッグバンとしての活動はなかったということね。そうですね、うん、なるほどな。そのビッグバン結成当時、まあエイリアンスポットがメイン、はい、まあもうエイリアンスポットの看板サウンドみたいな感じだったけど、はい、他にプレイした記憶のあるクラブとかってある。それでまあトーンとかはジョージアやってましたね、うんうん、やってたよな。で、リョウとかが多分あそこでレギュラーやってて NG も遊びに撮ってました、デジタルベースの時かな。うん、やったと思います。うん、そうやんな、デジタル。あ、あとコーンありますわ。コーン、コーン。コーン何年やろな、できたの。まあこれも調べよう。90年代中盤ぐらいか、うん、もっと前からあんのかな。デジタルベース、デジタルベースも結成何年なんやろな。ねえ、ね、よう、こんなん調べよう思いましたね。いや、やっぱり伝えていきたいやん。マジですか。もうすごいっすわ。あ、俺今一個思い出した、はい、思い出さしたるわ、はい、あ、ありましたね、それもやってました。スカイジュース、あ、やってました、ね、あったよな、はい、中崎町、中崎町、梅田の中崎町、あったよな。ありました、ありました。今パッと思い出したわ。うん、それこそ小札さんですよ。小札さん、はい、アポジッツ、アポジッツは、アメリカ村三角公園の真ん前にあったレコーデーです。そうそう、アポジッツ。もう半分撮影しながら喋ってるの忘れてましたよ。ええで全然。まあこれアポジッツできる前は、はい、もう完全に大阪でサウンドやってレコード買うんやったらライオン、はい、これもう絶対的な存在のレコードショップやったけど、アポジッツはなぜかみんなめっちゃ集まってたよな。うん、そうですね。俺カツとも仲良くなったの、めっちゃアポジッツでよく喋ってた時にすんごい打ち解けていって仲良くなった記憶があるな。マジで、もうほんまそうですね、青春ぐらいの年ちゃいますよ、うん、それこそ18、19、うんうん、20歳ぐらいで、うん、結構重ねてましたね。あれ何、ビルの名前何やったっけな、あのレンガ造りのビルやんな。そうですね、三角公園の真ん前の、はい、今、ショーチャンド入ってんちゃいます。ショーチャンド、はい、あのズボンの竹直しとか、あの辺で買ったところのことも持ってくる。なるほどな。アポジッツクルーっていうのもあったか、サウンドとして。ありました、ありました。一応書き留めとこうか。アポジッツ。90年代全然前半やな、これで。アポジッツで俺、思い出、カツとの思い出あんのは、はい、カツが多分初めて、初邪魔行った時かな。はい、で、帰ってきて、
でまあいつものようにアポジッツで会うたんやんか。おお、カツジャマイカから帰ってきたんやみたいな。でカツが、おばたくんちょっとお土産あるんすよつって、俺にジャマイカから土産を持って帰ってきてくれた。その土産って覚えてる？アセテートや。それが俺、このカツからのお土産が俺人生で初めて手にしたジャマイカ人の自分の名前が入ったダブプレーだよね。お前これ俺の字ですわそうやろ、はい、俺の字ですわ、はあ、これ今でも宝物やねん。メジャーサンプル、メジャーサンプル、レディーソーの弟やったやんな俺このカツからのこのプレゼントが俺人生初ダブプレーってやねんな。うわすげえなこれはすごいっすわ。いやまあその時、おばた君いつも世話になってるんで、これよかったら使ってくださいっつって。すげえないやこの時はありがとう。いや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 、いやこれこの時はこのグループクルーやって、もちろんダブプレートなんか 一曲も持ってなかった時にこれをもらって、俺らのダブプレートやつって息ってかけてた。いやいやすげえな。いやもうそうっすよ、レディーソーの弟で、うん、あのブラックスコーピオで撮ったっすね、うんうん、他にじゃあこのビッグバンやり始めて、はい、よく一緒にダンスでプレイしてたクルーとかサウンドとか同世代というか、まあ、リディム、リディム出てきた初登場、リディム、これは、ジャンボマッチ、タカフィン、タカフィン、バクさん、バクさん、マッツン、メジャーマッツン、リディム、まあもうほんまにこの世代っていう感じやね。あと他には結構このこいつら同世代でしょ。同世代とか、同世代やプレジデント、プレジデント、あ前回のクリリンでも出てきたな、はあ、ミートラス、ミートやな、はあ、プレジデントミートやなこの話むちゃくちゃマニアックですね。マニアックや、マニアックな人たちに向けてやってるから、うん、マニアックやな。いやもう鼻からこんなん見るのマニアックな人しかおらんからミートはカツラと同世代になるんかな。年とかも同じぐらい。いやもう完全年もほんまドンピシャぐらいじゃないます。一個下ぐらいじゃないます。そうかそうか、はい、プレジデント、あなんかでもプレジデントも結構エイリアンでもやってたなっていうところあるな。うん、他にはなんか覚えてない。あとね、あとあそれこそあのスコーピオンの横田くんが昔やってたクルー、あ、レッドラム、レッドラムとか一緒にやってなかった。エイリアンで毎週やってました。レッドラム、レッドラムやった結構やんな。レッドラムと、スコーピオンのアサシンが昔やってたサウンドですね。反対からやんだもん、まだ、まあ、そうですね。横田君とはもうずっとやってたよな。横田君比較的知り合ったら早いんちゃいますかね。うん、なんかあのセントアンズで24時間レゲエみたいなやったことも耐久でやってましたね。あれは俺は出てなかったか。いや出てなかったかもしれないですね。うん、そっか。でも遊びに行きましたね。うん、あれリョーラがやってたかな。えキャラとリョーがやってたかな。誰がやってたかな。うん、チャイさんあれやろ。あチャイさんあ俺あともう一個思い出したクラブ、それは完全ロックデザインやつ、ね、うん、ロックデザイン。俺クリリン見てかっこいいのやりたいなと思ってやり始めたんで。ロプロス、ああロプロス、ロプロスは何年ぐらいオープンなんやろ。サウンドとしてのカジノ891は、何年に立ち上げたっていうことになるのかな。99ぐらいちゃいます。レコード最初10人出したの99なんで。